おはようございます。エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、車がムーブに変わりまして、気づけばもう2週間経ちました。ガソリンがですね、エンプティーがつきまして、今からガソリンを入れに行こうかと思っています。思ったほど燃費的には伸びてないんじゃないかなと思うんですよね。なんか平均燃費とかは19とか出てるんですけど、実際はまだ低いんじゃないかと。ムーブに乗ってから今 479.9 キロ乗りました。これがちょうど満タンにしてからエンプティがつくまでですね。平均燃費は 19.3 っていうのが出てるんですけど、航続可能距離ゼロですまあちょっとガソリンを入れに行って、それで燃費が出ますので、とりあえず入れに行ってみましょう。はい、じゃあもう一度確認しましょう。走った距離が今ここに着いたので 481.7 キロですね。で、平均燃費が 19.3 というのが出ております。はい、今ガソリンを満タンにしました。28入りました。単価が141円だったので、まあ3949円でしたね。こっちのナビの方でも数字を入れていたので、左のやつかな、4月1日から15日まで。こっち前は全部あれです、ブレイザーにつけていた時のやつなので全然数字が変わります。ここで、だいたい 16.9 ですね、リッターが。はい、そしたら今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。